デイミアン寝てるよ。かわいいね。草生えるわ、マジ。え？何？都市周辺に吹きつけた。敵の雰囲気がいい尋常ではありません。気をつけてください。どういうこと？敵が出てくんの？なんかちょっと BGM のなんかあれだな。FFCC っぽいな、ちょっと。イメージ人。え？インベーション？なインベーションってどういう意味だっけ？調子が変なネズミがつくついています。調子が変なネズミ。都市に対する敵が明白です。シフト。シャキン？よい、えい。普通に攻撃する。えい、えい、いて。絶対時間解けるって。ペロペロ暗黒茶でーす。ということで、今日も今日で、ラトピアをやっていきましょう。ラトピアをやっていきましょう。あ、なんかみんな暇そうね。で、木材の人は、これ、木材を、木材1個を板に変えてくれるのね。あと他の人どうしよう。お手洗い、お手洗いってる。お手洗いってるよ。お手洗い、手洗ってるよ。お手洗い1個で足りんのかな、これ。もっと掘る？掘り掘りしようか。あ、水だ。ほい。掘って。どんどんこの辺掘っちゃおうか。地面、上つなげてもいいけどね、別にね。ほい。お水これどうなんだろう？じゃ、ここつなげてみようか。3マスか。はい。建設のための材料は十分に集まりました。それでは研究テーブルを作って施設を研究してみましょう。研究テーブル。研究テーブル。研究用テーブル、都市のための建築物を考案しましょう。待って。なんて言います？こうか？新しい設計図を使用できます。はい。研究テーブル。まあ、近いとこでいいか。はい。はい、頑張って。みんな頑張って。あとはもうホリホリする命令を出しておけば、あとは自然に、あの辺待って、採取。あれ？最終。ガラガラや。研究テーブルは完成しました。該当施設を対象に F ボタンを押して研究を進めてみましょう。待って。ガラガラだ。一部の建造物は AR を利用して、細部設定ページで範囲を調節できます。建造物の範囲を指定してみてください。はい。ん？トイレ？トイレの設定？お？トイレの範囲？おお、すげえ。範囲が広すぎるか狭すぎると効率が低下する可能性があります。必要に応じて適切に調整してみてください。このトイレはこのテリトリーなわけね。なるほど。ああ、なるほど。ちょ、待って。え、って書いてあるけど。えじゃねえ、これ。9だ。はい。まあ、いいんじゃないで、ここで。なるほど。トイレの範囲もあるんだね。と、木も取ってもらおう。はい。あ、これも取れる。なんこれ。草生える。オッケー。で、研究。はい、研究する。うわ、研究ウィンドウでは都市と市民の両方のための様々な研究を行うことができます。建設ウィンドウと同様に、AR ボタンを利用して建設研究カテゴリーを移動することができます。研究を行うためには研究ポイントが必要ですが、新しい資源獲得及び研究事例の生産によって得られます。獲得した研究ポイントの内訳、研究ウィンドウの一番最後のカテゴリーで確認できます。研究に先立ち、施設を対象に Q を利用して施設の情報を確認することができます。気になる施設を対象に Q をご利用ください。Q。Q。Q、Q、Q、Q じゃねえな、これな。A だな。詳細情報。Q を通じて、Q じゃなかったけどね。このように建造物の、建設及び生産資源を確認することができます。該当ウィンドウでもう一度 Q をクリックして建造物の詳細を確認することができますね。研究前に使用してみてください。これ、ASDW じゃなくて QWST の方がいいのかな？なんだろうね。あ、土壁の上は移動速度 15% アップなんだ。へぇー。あ、貯蔵庫作れんじゃん。これが？おい。F か。貯蔵庫を作ろうよ。ベッド。お客様が訪問して提供される、建造物の有効、固有効果です。気力回復。
あ、いいじゃん、ベッド作ろうよ。とか、はしご。はしご、あ、これ持ってんのか。何研究すればいいんだろう。なんか言われるかな。すげえ、いろいろある。お、製材所、研究所。トイレ。学校とかある。え、結構あるね。だって、まだアーリーアクセスだよね。アーリーアクセスで、なんか1年間アーリーアクセスでやるって言ってたけど、全然かなり種類あるよ。うわ、めっちゃあるよ、これ。ハテナは、あれなのかな？作ってないのか、そもそも。それとも、また近づいたら見えるのか。どうなんだろう。で、何作れて？デイミアン寝てるよ。かわいいね。で、仕事ないの君、デイミアン。あ、別にあれか、ベッドなくても普通に寝て気力回復もできるんだね。木材が、何、いっぱいとか。はい、貯蔵庫150分の150分、150、いっぱいなのか。新しい住所来ました、はい。はい。んかも。誰でも来い来い。エイプリル。汚いとか。これ特性とか変えられたりするのかな。遊びて。よし、君に決めた。ない。寝てる子たちは、あれでもこれ、あ、貯蔵庫に入れてるよな。150個？あ、150ってあれ、耐久力か。まだまだ貯蔵庫の容量はあんのかな。え、何しろって言われないね。そしたら適当になんか研究してみる。研究。鉄道なんてある。すげえ。3時間。めっちゃかかるね。木の壁。私何作るのがいいんだろうね。周辺の目標対象を狩ってくる施設、狩り場、狩られないように注意しようだって、狩られることもあるんだね。あ、木工所とかいいんじゃない？パーツが必要なんじゃない？なんかいろいろ作るのに。あら、かわいい。ネズミ型のベンチ。ネズミの形をした可愛らしいベンチ。なんだかとても可愛く感じられる。そうね。ここは装飾品系か。へぇー。ここに座るとみんな服従するだろう。あ、なんかいろいろあるね。へぇー。墓地とか、法典とかある。研究で獲得した研究ポイント、ゼロ。発見した資源。資源の種類か。なるほどね。資源の種類によってってことはめちゃくちゃ131種類も資源あんの。やばいね。何作ろう？とりあえずこのベッド作ってみる？いや、こっちにしようか。墓地作る。まず墓地作る。まず墓地作る。いや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 。とりあえず木工所とかでいいんじゃね？オッケー。研究を始めます。あ、もう一個いける？石膏所とか。はい。あ、行ってる。オッケー。とか、なんか材料作れる系がいいんじゃない？ねえ。なんとか降りしよう。こんなもんでいいか。あ、最大3つまでだ。はい。OK。もう勝手にこれ人入らなくても研究してくれるのかな？研究進行中。へえ。で、これあれだね。また命令出さなきゃいけないんだ。ねえ。食料なくなっちゃうよね。24。なんだこれ、レベル1。お、下が、あれだ、はしご作ろう。はしご。コピーってできんのかな。ほい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 。コントロール C とか。んじゃないっすね。はい、作ってもらって。あ、これも新しい資材？花。ほい。はい。はい。ポインポイン。はい。オッケーオッケー。ほい。ほいほいほい。新しい青写真の研究。ほい。やった。研究ポイント獲得。ほい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 。これだんだんワンサカしてくるね、これね。カメラ引けるのかな、そのうち。え、なんかカメラ引く方法ある。G ボタンでは都市管理に必要な様々な情報を見ることができます。統計機能では繁栄度、国庫、市民、施設及び資源など多様な情報を見ることができます。研究紹介機能では研究を進めることはできませんが、研究項目を見ることができます。指導者機能では指導者の能力値及び装備を確認できます。フィルター機能では都市と市民を観察するための様々な色眼鏡をかけて見ることができます。
Gボタンの管理機能は都市を統治する上で必須ではありませんが、様々な有用な情報を持っていますので、ぜひご活用ください。いや大変だね。税金とかで、あざいた。あとは使えるキーは、いやー、カメラ引くとかはできないのかな。また別のモードかなんかあんのかな。まあいいや。木も、これちょっと買ってもらおう。うん、はいはい。あ、これじゃない。採取。はい。あとは研究が完了しました。石膏場。じゃあ作ろう。どこだ、石膏場。石を加工する。ね。ああ、この時移動できない。ああ、こっちで移動できる。平らな場所。平らな場所。ここ行けるけど、これあれだな。土、上えぐっちゃうんじゃない？ここにしようか。ふふふ。これ水溺れる？特になんもない。ぽよ。水汲めたりとか。水を飲む。水を汲む。開くんだ。おう。おい。どんどん汲んでるよ。おい。水を汲む。拾う。おい。めっちゃ赤字。でけえ。筋力不足。はい。お水だよ。お水を置く場所が。お水置けない。入れる。みんな寝ちゃって、暇なんだね。穀物だ。個人主義者っていた気がするんだよね。悩ましいね。これ追放とかできんのかな？泣き虫になっちゃう。まあ、いいか。はい。カモン。どんどん建てよう。土壁、ベッド。これ対象者ってなんかあれかな、なんだろう、ランクっていうか、カーストじゃないけど、なんか、なんだろうね、階級があるのかな。ほい。ベッド。トイレの横？やだね。それはやだね。ここ。と、あとは、なんかある？採集所。周囲の指定自然物を採集する施設。草のような形をしたものは何でも採集できる。これ、草が足りねえ。草生えるわ、マジ。え？何？都市周辺に吹きつた。敵の雰囲気がいい尋常ではありません。気をつけてください。どういうこと？敵が出てくんの？待て。何も準備しないよ。リクエストがある市民がいます。市民に近づき、ボタンを押して確認することができます。どのような選択をするかによって様々な状況が発生することがありますので、ご注意ください。はい。何すか？おう。よっ。気候のためにそうしてみる。ん？指導者様、採集所を建ててみましょう。私は花と、草と花が大好きです。もし採集所を建てていただければ、採集所周辺の採集物を集めていきます。育った草だけ採集しますので、根こそぎ抜いてしまうことは心配しないでください。いかがですか？私の都市のための採集所を建てていただけますか？エヴァ、建てるよ。いや、建てるつもりだった。むしろ。はい。はは、言っていた、行ってしていた仕事でも続けろ。いいよ、やってよ。やるよ。はい、オッケー。決定？これで OK よ。はい。最終章でしょ？だからそのためには草。草生える。草が必要。採掘。おい。おい。これ取れる？ボコボコ。これも取っちゃうか。おい。草生える。で、草取ってもらって、ここにあれだね、楽しみが必要な市民とか、食べ物が必要な市民とかあるんだね。食べ物が必要。食べ物あるけどな。で、草生えたね。違う。はい。最終場。どうするよ、これ。どこに建てる？え？ここ建てらんないの？これ、どけちゃダメなのか。あ、待って、足場建てられるな。なんか足場ってあったよね。作ってみよう。土壁。おい。オッケー。これを、ここに立ててみて、
なんかちょっと BGM なんかあれだな、 FFCC っぽいな、ちょっとFFCC 思い出す。のんびりでいいね。最終章これでいいんじゃない。うん、どうすか。そしたら下いらねえな、これな。にょ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 、カメラもうちょっと引けないかな。あ、あった。あ、こっち、いや、ミニマップか。なんか他にないかな。命令管理。まあいいか。はい、作ってもらって。他になんか作れるもんあったっけ。また間違えた。石、石膏所、建てた。あとあれだ。なんとか折り所。これも、あ、木の枝。木の棒か。生産方法。木材から木の棒、製材所。製材所で作れる？イメージ人。製材所で、詳しく見る。はい。あー、ここでラメンだ。木の棒。あ、なんか木が2種類あんのか。普通の木材を使って、木の枝。あー、これでチェック入れるんだ。なるほど。あ、これ E で、あー、E で切り替えね。それがダブルクリックだ。なるほど。で、これで、これどっちも作ってくれる？え、これだと板しか作んないかな。一応タスクは入ってるっぽい。どうなんだろう。ちょっと見てみよう。いいね。はい、国土プラス3。で、これが、ちょ、近づかないと。近づかないと。よし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 。よし。ほい。で、ここに、さっきのエヴァ君を入れよう。はい。で、君にやってもらう作業は、草。いや、ま、なんかその辺の、はい、花とか。ほい、ほい。サボテン、パピルス。なんだそれ。面白バーとかあるんだ。へぇー。で、とりあえずこの辺のものを。ほい。で、これの範囲が、資源販売先。なんだそれ。あ、この範囲取ってくれるのね。いや、こっち取り行かなくていいんだけどな。中心点から、ね、あそこ取りに行ったらなんか危険だよね。こうしたいんだけど、ここ入れたいんだけど、ここ入っちゃうっていうね。これ大丈夫かな？まあ、いや、やってみよう。ない。ま、エヴァ君死んだ時は死んだ時ってことで。はいっちゃー！声かわいいな。あ、ここ繋がったんじゃない？おぉ、明るくなった。ほい。うさぎちゃんいるよね。あ、でもここ進めねえか。あ、なこれ。登れない。あ、高さが足りねえんだな。新しい移住者来ました。いや、移住者来たはいいんだけど、わざわざそこに戻るのがめんどくさい。戻るのがめんどくさい。ね。違う。ね。もう誰でもいいんだけどね。誰でもいいんだけどね。好戦的。よし、君だ。はい。OK。あれだね。一応、周辺確認しといた方がいいね。あ、あれだ。ここ、配置してない人。ほい。石？誰か。多分、体力多い子は、戦闘に回した方がいいんだよね。か弱い。スタン。スタンしちゃうのかな。じゃ、君で。はい。作れるものは？砂も作れる。で、作ってもらおう。石材と。はい。OK。え？インベーション？なインベーションってどういう意味だっけ。何も解説来ないけど。おっちゃー。なんか来るの敵。なんか別に敵が来そうな場所、まあ繋がってないよね。壁壊してくんのかな。あ、これ落ちたらやばいよね。あ、降りれない。あ、降りれないわ、これもう。ジャンプでもいけない。へえ。それはちょっと安全しよう。あ、幹から。はい、何者かこいつない。何か措置を取らなきゃいけません。なんかね、このね、シフトで、シフトで、よ。
調子が変なネズミが近づいています調子が変なネズミ、都市に対する敵意が明白です。シフトを押して武器を持ってください。武器を通じて敵と立派な相互作用をするのです。シフト、シャキヒン、ヌイエイ、普通に攻撃する、エイエイ、いて、市民が攻撃されています。何か措置を取らなければいけません。あ、なにこれ、なにこれ、粘土、え、疫病トンネル、あ、そっから湧いてくんの、へえ。え、君スタン大丈夫とか、製材所も壊れちゃった、ちょっと壊れちゃった、修理、あー普通にできる、オッケー。あ、なんだ、なんか道を伝ってくるんじゃなくて普通に湧いてくるんだ、へえ。あれ待って、ベッド、ほい、ベッドも対象者必要なの、気力回復、生命力回復、これ誰かの専用ベッドになっちゃうのかな。じゃあさっき攻撃を受けたスタン君で、はい、気力プラス 100%、生命力回復、はい、おー、あとは、てかまだ暇人が暇人がめっちゃいる、どんどん作っていこう。あ、これ木の枝、あ、木の枝作ってくれてるね。あとはトイレ、木の柵、ちょっと待って待って、木の柵は、木材を編んで作った硬い防柵、敵を相手に時間を稼ぐのに有効だ。ネズミ型のベンチ、入り口、研究テーブル、墓地、王室のベッド、わ、生地使う、あ、生地とか作んなきゃダメだね。墓地作っとく感染やうつ病を予防することができる。まあ、材料そんなかかんないから、市民の死体保管します。ぼっち。ぼっち作っとく。ぼっち、ぼっち。ん ?AR。あ、ぼっちの形を変えられる。ん、何パターン ?1、2、3。3パターンある。ネズミ、十字架。じゃ、せっかくだからネズミっぽくしとく。ぼっちね。ぼっちはやっぱ離れたところに。離れたところに。ここ墓地、いや上、ここ行けるかな、墓地、あ、無理だ、地面作ってあげなきゃ先に、ここつなげちゃおっかね、ほい、土壁、あ、置いちゃった、ここ置いて、うん、で墓地、ほい、試しに行こう。ねえ。寝てないで。みんな寝てないで、回復してる。元気？回復した？スタン。回復したね。かわいいね、ほんとに。はいはい。いらっしゃいませー。どっから来るのか一体。まあそんな人いてもどうだろうね。ほっ。で、ここを、え、うさぎちゃん来るよね、これね。敵じゃないの、これ。ほい、ほいほい。一応、戦闘準備。シャキーン。え、攻撃できんの、これ。あれ？あれ？壊しちゃった、あれ、ん、あれ、あ、いや、大丈夫だ。うさぎ、うさぎやな、あ、いた、あ、いた、あ、強い、結構、結構強い、結構強い、結構強い、なにこれ、うさぎ、これあれか、戦闘モード中は拾えないんだ、にゃ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 、この段差じゃ無理か、よしよし、ふん、これ穴があれば、よし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 、スプラッシュ、うん、スパニッシュ、穴があればどんどん湧いてくんのかな、結構強い、結構強い、ほい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 、あ、やっぱり穴から湧いてくるわ、
強い強い。まあ、でも HP あるから、なんとかご了承。ほいほい。これさ、穴壊さない方がいい気がするんだけど。なんか罠仕掛けて定期的にウサギ取れるスポットを作った方がいい気がするんだけど。もうなんかない罠。軍事。これは違うかな。あれはね、狩猟所ってあったね、確かね、研究で。よっ。あそこ来ちゃうかな。よいしょ。よっ。ここで、確か、あった。狩り場。よし。狩り場、伐採場、貯水槽。ほい。どんどん研究しよう。ほい。ほい。ほい。最大3つまでが、なかなか。墓地で何かできることは特にないね。死体出し入れとかあるんだ。あ、雨降ってるから水が。おお。恵みの水が、あ、溜まってきた。そっか。雨さえ降れば、ここで水も取れるんだね。なあ、来たぞ、あいつ。ウサギが。なだだ。いざ、慎重に。痛い。よし。狩り場が研究完了しました。どうしよっか。安全なとこにしたいよね。だから、はしごを、また置いちゃったよ。ここにはしごを置いて、で、ここ穴開けようよ。おい。で、上に、あれ立てよ。置けるか、今。狩り場。あ、草がねえ。草がねえよ。草がねえよ。草。ここも取っちゃって。はいはいはい。ちょっとウサギさん失礼しますよ。シャキーン。君たちどこ行くの？上まで。上まで行って。すげえな。女王さんは HP いくつあるんだろう？ほいほい、オッケー。確か G で見えんだっけ？指導者。130ある。レベル3。これなんか、レベル上がってくのかな ?800 分の305筋力。ふっ。ほい。またウサギ湧くでしょ。敵湧かねえかな。で、ここに、あ、メニュー変わるんだ。へぇー。地点死守。ほい。狩り場。はい。と、貯水場も作ろうよ。あの貯水場ってさ、さっきの水があった場所？ここに建て、あ、もういけねえ、これ以上。あ、そっか、でけえクソでけえ。もう一段下にしよっか。ここでもいいのかな？水湧いてくんのかな？どうなんだろう？置いてみよっか。はい。ビヨッと。ほい。ぽいぽい、ぽい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 。ぽいぽい、ここ削っちゃおう。あ、待って。ここ削ると上に登れなくなるな。ぼろ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 。音がいいね。あ、ウサギ来た。だから、今、G でしょ？筋力がレベル3、800分の305。これがどうなる？ほい、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 筋力。あ、やっぱり、ちょっと成長してる。レベルアップすんだ。寝てるところすまんね。長押しでよかった。よしよし。オッケー。これ寝たいんだけど、体力回復できないのかな？回復したい。回復したいが。なんか食うとかできない。
なんかないかな。ここ上登りたいけどどうしようか。はしごって重ねられる？ここ無理か。どうしようか。まあ、こっちまで行っちゃうのもありだよね。ね。で、足場を作っちゃうみたいな。あ、待って、めっちゃいい時間。いや、マジこれ絶対時間解けるって。はい、ということで次回ものびるでやっていきましょう。以上、暗黒者でございました。バイバーイ、ペロペロー。